かなり早い展開になりそうですね。クローがエントリー、これ B スタックできているので、ええ、噛み合ってますよ。さあいけるか、善悪金がレーターをカット、ベロが張り付いている、ラズ落とした、ベロ生きている、いや素晴らしい、よしここはどうだ、竹地残りはバス、うおー取り切ったブラジリアン、まず1点ここの攻めを返してみせました。ここはサンドライトが見ているが、善悪金ラズをカット、もう1枚の姿も出ているでしょう。いや冷静に覗いていく、おお、ここもカットしていた、善悪金暴れ回っている、残ってるのはミッド進行していた竹地、ただブラジリアンを落とします、頭に削ることに成功、いやー巻き場が走ってきた、ソリュートジュピター、さあここで善悪金が裏を取っている、刺さった、刺さりましたね、マーケットから、いや裏を取られた、挟まれて巻き場、残りはレーターメイン善悪金、さあ設置です、メインの中に入っているレイタがどのように機能していくか注目ですね。A 側から回ってきたかたちのレイタがメイン、さあブルービーズ入ってきた、バースがかなり前で待っている、光っている、いや巻き場違った、さあどうだ、ここでアルティメットベロ落とすがサンドライト、かなり削りましたね、残りはブラジリアン、いや取り切りました、スリフティー外から侵入、足音が聞こえている、ラズがサンドライトを落とした、ただ全薬金、うん、早いカバー、ここでハンター強り、うわスパイク落ちたぞ、落ちましたね、ブエロここは逃げ切れない、レータが逃がさない、あと10秒ラズが取りきります、うん、しっかりとヘッドショット出しました、今生き残っていればブルプラント、さらにはロックダウン、おお返した、ただ返します、ただこの返し方だと、中まで入りきらないのでボートハウスで耐えることはできますね、そうですね、うん、普通に押さえ切れます、ダレットダウン、さあ準備は整っている状況、ブラジリアン、クローがサンドライト、しかしクローがダブルキル、これ武器奪えたのはもしかしたらチャンスになるかもしれない、ラズが取れた、残すはブラジリアン、どうだ、いやー通り切った、ブラジリアン本来このワンオンツーというシチュエーションはアブソリュートジュピターにとっては一番慣れた連携が本来取れるはずなんですけれども、力で押し切った、さあリコン落としていくが、巻き場がマーケットに落ちている、スパイクを設置、ただこの間にプラント成功、武器を渡したかったんですけど、渡したかったんですけど落ちてきましたね、動きませんでしたね、さあ4対4の状況、マーケットから2、ディフェンスがスポーンから2、誰に展開、さあこれタレントブンボット落とした、さあどうだ、全然これアブソリュートジュピターチャンスはありますが、ええ、パラノイア巻き場、どうだ、竹地とバースが2つキルを取ります、ウェルトサンドライト、いやー裏も取ってる、まさかこのラウンドはもうこれ解除間に合いません、間に合いませんね、ディフェンスガスポンからレイター、バースを落としますが、アブソリュートジュピター取れるんだ、いやいや、そうであればショートを先に潰しにかかろうという戦術ですね、うん、スタンドライトナイスキーでクロー落とした、さあ 3-4-4 の状況、サイドには侵入しているレイター、仲間は死なせない、ここでクローを起こしました竹地、いやどうだこれ、うおーレイター、ただここは起き上がったクローをブラジリアンが落としました、おここでハンターズヒューリー、ここで打つ、ただバースがブラジリアンを落としました、これ間違えて押した、確かに1回もあのバリアオーブの上に乗る動きというのは見せてはいなかったですからね、クローがショーストッパー、足は見えた、いやー通り越している、その間に3人落としている、ただこれアルティメットを使う余裕がもうないですね、マッカは、バースを取った、残っているのはラズ、体力が、うん、全アキンが仕留めました、これでイーブンタイの状況で折り返しました、アビリティフルバイしていて何も、まあ、武器も、シールドもないので、全アキン、あバレオーブ使いましたね、バラの矢刺さっている、バースが返すがブラジリアンがトレード、以前の位置バレましたね、このバリアオーブからですが数が多い、いや黒がカバーに入る、黒ダブルキル、
うわ、あのフレア1名取り切った。あっと釣りはしましたが、これは人してない。あ、うまくいきましたね。さあこの間に全薬金サンドライト、さらにはブラジリアンが右側攻めているが、タケジェベル落としました。いやー、一番おいしい距離感ですね、バッキーまだ武器更新してないんですよ、アブソリュートが。あー、なるほど、 B はもうリテイク配置しつつも、マーケットの中にラーズがいると。サンドライトいい位置か。いいショット、いや、ただクローが返している。ここで巻き場がスパイクを拾って、いやー、ラズがこのタイミングでも入ってきますか。跳ねているが全薬金、しかしそこはバースが落とす。バックサイトに1名、体力がないですね。クローが落としました。残すところは巻き場、スパイクを拾って A 側から合流してきました。さあ巻き場の情報が今ない形ですよね。 A も十分にあり得る。こうなるとまあもう明け渡して、最悪 A 入られても3人で取り返そうという狙いが見えますね。さあ竹 J がスポンガーで、さあただもう時間がないですね。残りは10秒、これ黒に短かった。バス出ないと思います。出ますか。いや、出ました。持ってますね。オーディンで固めてるんですよ。ああ、やはり見えてたようですね。ディスミッションかもっていく。いや、ブラジリアン打ち勝った。これは大きい。そうですね、これチャンス、攻め時。ただラズがサンドライト落とした。4対3の状況。バイクを設置。さあ、行け。スイッチ押してシャッターを閉めます。狩りの時間よ。さあ全薬金がエンプス発動。ブルビーズここは取れるか。ロックダウンを使用します。このタイミングのロックダウン、これは破壊できないですね。なのでペイントダウンちょっとエリアが狭いのでヘブンは大丈夫ではあるんですけど、これ待つしかないですね。ヒロ、さあブエロがこの場所いるが、ラズ落とします。ここでショーストッパー。残り1、さあ解除、残りはベロ解除してるぞ。どうだ。いやー、これ解除間に合った。いやー、間に合っている。お見事、バリアオーブまた詰める。いやー、エータンオーディでベロ落としました。詰め警戒は本当しっかりしますね。さあフロムザシャドウ、通常超えるか。全焼き、ここで詰める。いや、前に行きますね。準備を整えているアブソリュートジュピターのもとにディスミスで一旦引きます。これはでかい。ただ味方のカバーが入るか。ただレイダー、カバーに入った味方が逆に犠牲になってしまいます。そうですね、残っているのは全焼きのみ。先ほど生き残っていました、ラーズ落とした。ここが2人のピーク、ワンチャンスは許さない。そうですね、ああオペレーターを買うかどうか少し考えているか。いや、買わないですね、オペレーターを買うと全員が買えなくなるか。ハンターズヒューリー、どうだ、巻き場を落とした。さらにはブエロも体力少ない状況。全薬金飛び込んできた、黒落とした。竹地ここでリザレクションを発動することができる。カバーに入った、ナイスキル。しっかりとしたタイミングのカバー、しかも2人がかりでカバーしました。逃げられないぞ。ここでハンターズヒューリー、ウェルが飛び込んでバースを落とした。 3on3、 ハンターズヒューリーとしっかりと連携を取っていきましたね。さあアブソリュートジュピターはどう取り返しに行くか。今回あーバースがさっきもう落とされてしまっているのでスモークがないんですよね。となるとここでロックダウン、データは通るんですけど、このタイミングのロックダウンはサンドライトどうするか。おわ、クロカットしている。ここ打ち勝っていくか。さあこうなってくるとキーマンは間違いなく、いや、スローオーブが効いてる。ベロ、いや、これは、いやー、ただここはペイントマンが炸裂。スローオーブがあったから逃げることが叶いませんでした。逃げできませんでしたか。なるほど、当たってるぞ。当たってますね。巻き場がカットしていく。あ、ただ裏も早い。ランプ飛び込んだ。どうだ、1人だ。ただ結構広範囲に当たるので、さあ見えている。ファーストガスターベロ、ガイディングライト。いやー、どうだ、タケジ3つ目に手がかかっている。ただ時間を稼いだ。いやー、2人倒しただけでもかなり大きいですが、ここで C か。ありますか。さらにガイディングライトを畳みかけていく。一気に合わせてきましたね。しかしその前半金もタケジが落とした。4つの状況、キャリア落ちています。
どうでしょう、痛み分けという結果にも見えますが、人数状況ではそうですね。拾うところ、トレイルブレイザーが刺さっている、レイタ、おっと、2つはいかないか、しかし体力がミリ、残り体力10、2人で丁寧に取り切ります。さらにもう一丁、お、滑る、どうだ、ダブルキル、もう一人、クローが取った、サンドライトを取りました。クロー、竹地への連携だけで、しかもアビリティ綺麗に合わせましたね、今。ブームボットとガイディングライトを完璧なタイミングで合わせていきましたね。スモークへの道、ここはスパイクへの道を遮断するスモーク。おっと、巻き場ギリギリ映っていたかな、ギリギリ残っているゼナキン、ただかなり体力も削られているのである程度切りました、飛び越している、最後はレーターカウントタイに戻しました、ブストリップ、ここ避けて、さあレータがブラジリアン落としている、ここでシーカー取れています、ブエロがプラントに狙う、レータがランプ詰めていく、ガン詰め、ズヤキ落とした、設置はできましたけど、さらに巻き場ダブルキル、レータが落とします、ズヤキン、いやまさかエースはあるのか、レータ真の影、さあこれでトリプル裏にはいないことが分かった、お見事エースレイター、レイターは本当にアサルトを使わせても一流ですね、ただがバースの裏取りが早いぞ、セットを許してしまいましたが、さあアルティメット上がっています、アルティメット使うかどうか、使いますね、エルボーエになるかガーデン、前期がダブルキル、いました、ね、いやー残ってるところラズを取り切りました、ブラジリアン、ブラストバック帰りの時間だ、巻き場が黒、竹地が巻き場落としました、ただラズが耐える、ブラジリアン、いやお見事、このラウンド全てこのイーヤマ除去、インセンディアリーが追いついてくるが、まあ、サンドライト飛び込んできた、ダブルキル、これは油断してたか、エマック相手の強をつきましたね、さあ巻き場振り向いてランプの情報をつかんだか、ここでテレポート、片付けた、レイダーが全員金を落とします、上ろレイダー落としました、これで4リアン、気づいてるかどうか、残り1名、黒を返しました、あと30秒、しかし巻き場が後続、ご覧ここでオービタル、はい、エルボーは封じられた、飛び込んできた、ここはクローがブエロ落としました、さらにレイタのオペレーターが火を吹いた、クローのダブルキル、これは止まらない、スパイクが落ちます、ドローン展開、押し置きと言わんばかり、ここは2名生存のブルービーズ、一気に正面から突き放してみせました、そしてやはりこう体力の削られたクロー選手はリグロースでこう体力をまた回復してもらえると、ねえ、ここはね、政治だったりこうスカイだったりにやっぱ入れているメリットですよね、さあ体力状況まだいい形の2名が残っている、ゼンヤキン、そしてブラジリアン、いい固めてますね、最悪こう A 設置でもまあ人数有利を生かせばよでしょう、さあどうだこれは、バレット落としました、サイト裏へのペイント弾、ただラズがブラジリアンを取りました、ここで場所が割れます、ブラストパックで飛び込んだ、ただここはアブソリュートジピタの包囲も、ガイディングライト刺さってるが、サンドライトクロー落とした、これ大きい、そしてレイター巻き場落とした、バスダブルキル、3オン2の状況、いやただ打ち合いの状況ではブルビーズ有利です、そうですね、ラズは逆の B 側にいます、ジャッキが飛び込んだ、ブラジリアンと共に落とした、どういうことだ、残ってるのは B 側でアルティメットを使用していたラズ、そしてここにワイヤーなんですよね、なんということだ、チームのもう団結力というべきですかね、これは今のようなガイディングライトでの返しもう完璧だったと思うんですけど、サンドライトがシャワーで耐えますね、そうですね、さあ巻き場、そして全薬前に行きそうだ、詰めてくる、全薬金、サンドライト続いた、これはで、あ、ロングセッチに来ますね、ブラジリアン削ったサンドライトがカバーに入る、あ、中セッチに切り替えましたね、インセンディアリー燃えている、
いいダメージ巻き場。ファーストラウンドはブルービーズ。今の連射音ですね。神崎気づいたでしょう。勝負するぞ。ラズが抜いた。スティンガー、これ逃げれないですね。この間に窓辺から侵入してきている。一気に制圧。竹ジェがプラント5対3を突き上げている。テレポート2の音が聞こえた。いや、ここにはいやらしいポイズンクラウド、さらにはスネークバイト、多いですね。さらにはオオカミが走ってきていた。2人で窓部屋に入ります。ちょうどフッカーが降りてきた段階でこう打ち合える配置取ってるんですよね。クローが1見えている。いい位置ですね。これハンドライトがいる。ここを取りました。ウエロも切ります。ダブルキル。ポイズンオーブ展開。残ってるのは全薬金のみです。全薬金選手もう位置はバレてしまってますからね。タケジェはカットすることに成功しましたが、ここはファントムを購入していたこともあってさすがにセーブしますが、ラズ狙いに行ってるぞ。取っている。そうサンドライトはもう逃げれるポジションじゃないので打ち切るしかないか。巻き場がラズ落とした。さらにブエロークロー落とした。ただレイタタケジェとダブルキル、うん、3on3 の状況を作った。さあ円幕、ここでスカイスモーク、もう寄れてますよこれ。巻き場がバース、残り時間少ないぞ。1人だ。残ってるのはタケジェのみ。守り切ったか、ね、ブルービーズ守り切りましたね。ブエロが取った。これで9ラウンド目ブルービーズ。ここの守りの持ち分は巻き場になります。スモーク待っていた。完璧ですね。ただ黒がその巻き場を落としていきました。ブエロが次の裏側手前には張り付いていますが、大裏からはブラジリアン。設置はいけそうですね。ここは設置完了です。まとまってリテイクの形か。あ、裏のブラジリアン体力がないですね。いやー、ね、ここは黒がカットしました。3対3の状況。お、懐かしのこれ。そうですね、インセンディアリーとオービタルストライクで相手の解除を阻止する動きのようですね。解除を立てた瞬間なので早めに解除を立てないとブルービーズまずいです。壁を消すわ。そうですね。さあラズがベルを落としていく。そしてインセンディアリーも振ってきて、あとは1人ずつ勝負するだけという形です。僕の壁よ。ラズがトリプルキル仕留めました。とジュピターはそのままエイサイト、ね、サイファーはやキル上入れているわけではないので裏を取られるリスクっていうのが十分あるんですよね。ハンタースより巻き場が披露している。ここは避けきれない。レータが仕留めた。もう一人当たってないか。当たってないですかね。ここでレータを仕留めた。ハンターを仕留めた。サンドライトがインセンディアルかステンビーコン。ヤンキーはタケジェが落とします。タワーからブエルが降りてきた。見えているぞ。打ち勝っているのは黒。ブラジリアン体力少ないぞ。サンドライトがフルヘルスであるもののこの状況は苦しい。いやーシーカーがあるおかげで裏を取ってもブラジリアンが。そしてこのままサイト、ね、B サイトへ移動の設置ができますね。ええ、おお、エルボー2ですか。タケジェがまだオーラン残ってるんですよね。どのタイミングで合流してくるか。残り1名。さあ残りはサンドライト。あ、これはサンドライト、これは危ないですね。かなり苦しい。煙幕展開。さあここは投げなしのスモーク2つを使用していきます。エルボーからラーズ。ここはクローがアルティメットを切ります。ショーストッパー。おっと、ここ倒したところに。そうですね、頭見えてる。しかしいい形、ブラジリアンを切る。巻き場がエルボー残ってるのがどう刺さるか。位置暴れてます。状況4対3。全薬金が切った。いやー、ここはヒットしている。ただ3対2。巻き場ここは落ちます。いや、ここまで取っておいたオールドローンが。そうですね、フッカーに入ってくる。いやー迫りくるぞ。これ足音立ってますかね。さあ見えた、目があった。こうなるといけないですね。あのワンピックから11ラウンド目取りたかったブルービーズ。かいシャワーにプレッシャーをかける。思い切りましたね。ええ、いや、ただベロが前に出た。よくこの勝負ラウンドで詰めれましたね。スパイクを確認。ここ勝負どころ。竹ジェをカット。やったつよ。これは大きい。バースを切った。しかしこれはかなり大きい。テレポートで援軍がやってきた。全薬金がラズを落とした。
完璧。残りは黒1名のみ。この土壇場でブルービーズが耐えてみせます。完璧だ。ここでこのマッチポイントはアブソリュートジフター。サンドラと被弾が大きいがスモーク抜いた。ただレイザーがショックボルト、ブエロが試されている。スパイク落ちた。スパイクが落ちます。この情報は大きい。ただこれにブエロが落ちたらリセットだぞ。エンプレス勝負をかけるぞ。レイター打ち勝った。残りはラズ、クロー、どうだ。残ってるのはまたしてもクロー。耐えるぞブルービーズ。位置が分かった。ブーボット呼び込んでいる。ゼアキーマジか。チャンスはこういう時に訪れるか。しかしスパイク落としていく。クローがファーストブラッド、ブラジリアン落としました。いやー時間だいぶ使わされましたね。これでもう寄ってます。この情報から寄りますよね。流れを変えられるか。全薬金がまさかのヘブン4でのリテイクですか。これとはいえブルービーズの配置がかなりヘブンを固めに見てるんですよね。これが変わるとです、ね、ここもしかするとどうだ。レイタがブエロ、さらにはバス。いやここでは硬いか。残ってるのは巻き場ランプのみ。いや体力がない。姿は見えた。絶対絶対毒の霧が晴れました。そこかコンタクトプレーからガイディングライト浮いた。ラーズがベル落としました、ね、ファーストブラッド。さあ全員金黒落とします。4対4の状況。姿は見えた。分かっていても入れないか。サンドライト、レイターオペレーターで。いいタイミングのブームボット。いいブームボットですね。弾は10発全力で逃げる。竹千恵が巻き場とした。ブラジラン気づけるか。銃口が見えている。打ち勝った。スリオンツーサンドライト、ワンオツ。残りはラズ。ラも取ってるぞ。全薬金、全薬金が迫ってきている。全薬金が取った。オーバータイム。まだこの戦闘ベロ削れてますね。サンドライト陰線でやり足元カットしている。クロートした。どうだ。バスがここカット。4対4。いやこうなると設置が簡単に行える。竹地がフロント取り返す動きになる。いやこれロングから全薬金回ってますからね。まだ分からないですよ。ただレーター、ここは警戒している。これオフアングルですね。警戒度は高い。おー、いやー強気が惜しかった。そして光っている。巻き場が落とした。いやー一気に抜けてった。残りはまたしてもラズ。ガーデン、これ中設置なのでラズはこれ勝負するしかありません。サイバーケージ視界を遮った。ブーンボットもここに気配入る。音暴れているが巻き場。この戦いはまだ終わらない。ブルービーズが耐える。オーバータイム。いやーさあ振り抜けた。ベロバースを落とした。竹地巻き場ダブルキル。しかしヤキンベロ返ってきた。打ち勝ってるのは3オン2ブルービーズだぞ。ここでまさか均衡を崩すか。黒黒ダブルキル。ショーストッパーが上がりましたよ。そうですね、これは大きいですね。ディフェンダーサイドから入り込みはクロスが組まれている。ここもリード。今のブラジリアンも本当にこういい入ってくるのということです。ただ時間がないですね。ゼアキン時間を稼げるか。ラズ落とした。ダブルキル、トリピルキル。ゼアキンここもチームを。しかしこの状態で巻き場がプラントに成功。言えている。ラズ竹地へと続いた。クロー残りゼアキンを落とした。完璧だ、パーフェクト。ここに来て打ち合いの強さ。あとはバスがプラント成功。いや先ほどと同じような形ではありますが、なんかバレた。これ抜かれますよ。ラズ体力が少ないぞ。トレイルブレイザー噛みついた。ブエロがラズを抜いていく。サイトカーバースも苦しい体力差。しかし全員返している。いいダメージ。クロー3オン3。どうだ時間稼ぎしてる。タケジがフレス巻き場。この中接中どうやって防ぐか。ハーフアップ引くしかないんですよ。ブラジリアン止めている。そう解除した。残りは竹地解除間に合った。ガーデン、あー間に合っている。間に合いそうですね。これガイディングライト、黒が横をついた。西四股間4対3。設置に時間かかってるとよりが間に合うぞ。キンガースパイクを持っています。遅れて入ってきました。エルボーから厚丸がルボツ。さあ念願のアタッカーサイド取れるかどうか。トレブルザーレイターダブルキル。残りは全薬金。
いやーこれはかなり苦しい配置ですね。ヘッドショット裏の警戒もできているが、レイターギリギリ取れてるが続いてるんですね。そうですね、あそこの部分が少しでも崩れると、そうですね、ただこの首の皮一枚が何度も続けばそれはもう間違いなく実力ですから。アブソリュートジュピター B 攻め、サンドライトがオペレーターバイ、ここで変えてきましたね。またただ今までこうドライピークはしてないんですよね。だいたいここガイディングライトの入れてるんですが、おどうだ、刺さりそうだ、おおレイタカバーに入った。しかしクローが入る、これ人数ゲリ、これ B、 これはどうだ、 B はガラ空き、しかもあとワンキルでショットが上がりますね。均衡がついに崩れたか。これでついにロングセッチを行います。これでクロウがプラント、そうですね、先ほどまでショーストッパーが上がる、これでようやくできる、ショーストッパーもある、いやー盤石だこれ。どう取り返す、巻き場ガーデンで固めてるぞ。全躍金、ここまで流れを変えてきた。この圧倒的不利な状況を戻せるか。タケジェが巻き場を落とした、奪ったオペレーター、いや、ダブルキルあるぞ、ペイントダウン、やぶえろー、またしてもらず、ワンワンスネークファイト置く、ラズはフレイルス、体力状況圧倒的リードはラズです。このスネークバイトがいい仕事をしている、クラッチ最後は